静岡静岡山八百六十九年六月、駿河府中の解消を明治政府から命を受けた府中藩主、徳川家里は、聖、聖城、静岡の三候補から静岡を選び、藩名も静岡藩に改めた。静岡という名称は、静岡浅間神社裏手の静山にちなみ、静が岡としたところ、府中学問所頭取の向山高村が、静が 癒しに通じるとし、静岡の二次に修正提案したもの。静岡に音音について、静岡の言音が上昇二重母インとなるため、静岡と発音することが多い。展示で、事物が静岡独特であることを強調する目的で、静岡を関する用法が近年広く用いられるようになった。 書籍上での初期の要例としては、ダモンで、静岡おでんなどがある。1966年4月1日から、浜松ナンバーが交付されるまでは、静岡県全域に、正ナンバーが交付されていた。府中は府中に通じるとして、解消を求められたとの説がある。平山陳平編集、静岡県史。温故知新静岡県立中央図書館所像の記帳書、紹介。 静岡県立中央図書館。2014年5月30日閲覧。荒井祐希、ダモンで、静岡おでん静岡新聞社。2002年11月。ISBN 978から47億8381万7994。このページは、曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が、複数の意味。 食能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んでください。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に貼り替えてください。ありがとうございます。